皆さんこんばんは。今日は大晦日ですね。コヤッキースタジオも年内最後の配信となりますが、皆さんはどのような心境で今見ておられるでしょうか。最後の配信というのはですね、特別な思い入れがあるわけなんですけども、とりあえずまず言いたいのは、今年もチャンネルをご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。コヤスタはですね、皆様が動画を見てくれて多くのコメントをいただけるおかげでですね、たくさんの元気をもらい動画をお届けすることができた1年なわけなんですけども、本当にありがとうございます。ありがとうございます。そしてですね、その皆様にだからこそ正直にお伝えしなければいけないことがございます。はい。なんともう今年が終わってしまうんです。なすすべなしです、2021年が。ということで、今回は2021年に何があったかを振り返り、ランキング形式と投稿をお送りする回です。また釣りですわ、この出だし、うん、どう思います、これ。怒らないでほしい。俺らは反対したけど、スタッフどもがさ、そうこんな感じいったら伸びんちゃうのっていうか、うん、まあみんな紅白とか見てるからね、見てないと思うんだけど。そうやね、そうそう、明けおめの人もいると思うんだけど、明けおめ、良いお年を。本当はね、生配信とかもしようと思ったんですが、うんうん、実家に帰ってるんでしょ、今帰ってます、このタイミングでね、だからね、はい、だからちょっと事前に収録して今年を振り返ろうって、もう総決算ですよ。そうですね、2021年振り返りランキングということで、はい、お送りするんですが、全てね、3位からお届けします。ほう、まず一つ目のテーマ、こちら、いいですよ、はい、自分の好きな都市伝説ランキング。ああ、なるほどなるほど、今年お送りした中で、そうそうそう、はいはい、めちゃめちゃ今年もね、たくさんね、いろんなロケにも行ったし、行きましたよ、いろんなゲストも見ましたし、思い出深い回もあるでしょうと。うん、それをお互い、まあ、3つずつ選んできたんで、はい、それを交互に発表しようと思ってます。分かりました。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。はい、自分の好きな都市伝説ランキング、僕の方からいこうかな。はい、じゃあ第3位は、告白、みそのが語る人気番組の裏側は想像以上に衝撃だったです。おー、ついこの間の回なんですけども、はいはいはい、はい、やっぱりそのみそのさんが来るってことだけはすごいんですが、びっくりした。みそのさんもね、あのインスタのストーリーとか言ってたんですけど、はい、こんだけなんか下ネタとか赤裸々に喋ることはまずないとかいうことなんで、それを小安田で喋っていただけてものすごいありがたいなと。本当はその芸能界の闇みたいなことを喋ってもらおうと思ったんだけど、うん、後半はご自身の性事情ばっか喋ってるという、まあ、あれも都市伝説みたいな性事情やったけど、そう、僕たちが喋ってって言ったわけじゃなくて、うん、ブル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 ってこう自らがこう喋っていただけると、そうですね、すごくないですか。旦那様はどういう気持ちで見てるのかな。旦那さんののすけさんもコヤスターを見てくださってるということなんで、本当ありがとうございます。びっくりしたんだけど、うん、あの僕リサのライブ行ったんですよ、この間、はいはいはい、うん、行ったらダンサーですごいチャケてる人おるなみたいな、チャケてる、うん、そう、うわかっこいい人おるわと思っとって、うん、バンド紹介みたいなのあるじゃないですか、うん、そしたらのすけって出て、うん、のすけさんやんと思って、うん、すごいよね、びっくりした、ね、そんなすごい人なんですよ、本当に、うん、まあ、というわけで僕の方の第3位発表しようと思います。何何何、僕の方の好きな都市伝説ランキング第3位は、うん、木更津駅。おー、木更津駅、はい、まあもうこれ都市伝説バリバリですよね。あれ面白かった。電車乗っとったら誰もおらんようになって、でふと降りたらもう見たこともない木更津駅っていうところに降りてると。僕もともとすごい好きな都市伝説で、実況のねレスとかもその何個かリアルタイムで見たやつとかもあったぐらい、やっぱ思い出深いものでして、まあこれはすごい好きな都市伝説ですね、うん、ザ・都市伝説が3位にエントリーすると思わんかった。あ、本当ですか。動画がすごいやっぱ伸びたっていうのもあった。せやな、なんか木更津駅ってなんか怖さの中にロマンがあるんだよな。そう電車で行くっていうところに。いや、そうなんすよ、うん、まあ、なんでね、まあよかったら皆さんこの動画見て返してください。はい、よろしくお願いします。じゃあ僕の好きな都市伝説ランキング第2位は、日本一危険な心霊トンネル、身の危険を感じた心霊スポットが怖すぎたです。好きなんすか。好き。なんでかっていうと、うん、自分が心霊スポットに行くこと自体がもう専門学生以来なんですよ、うん、僕は初よ。だからそれがまさかこの年になって動画の撮影で行くと思わんかったんか、はい、でそれも今となってみたら楽しかったなって思い出なんですよ、はい、でその当時、まあ、行ったじゃんロケの、うん、行った行った中止なんねえかなってすげえ車の中で思った。いや、思った思った。だからこういう貴重な機会がね、うん、ありがたいなと思うのと同時に、特にこのトンネルの回は最後にサプライズがあったよ。ああ、そうっすね。そう、よくわかんない。これねマジ怖かったのよ。そう、トンネルの中行ってる時は投薬もいるし楽器もついてきてたから、うん、言ってもまあ大丈夫だろうって思ったし、なんか映ったらラッキーぐらいしか思ってなかったけど、最後マジでもうみんなびっくりした。スタッフもみんなびっくりしたよ。何が起こったかは見た人は分かるよね。そうですね。見てない人はぜひご覧ください、はい、最後とんでもないことが起こるんで。というわけで僕の方の2位は、未来人国部レイ。まあやっぱりですね、今年は僕らも予言者とかたくさん取り上げましたけど、一番日本で有名になったこの辰木亮先生か国部レイにちゃいます、うん、
もう、そうね、バカツイッターでバズるよって。しかも今までのその未来人ジョン・タイターさんとかは、うん、その2チャンネルの掲示板やったやん。そう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 。でも今回は活動の場がツイッターになるっていうところが今風だなと思って。いやそうなんよ。で次々リアルタイムでやってることを当てていくっていうのもね、うん、しかもそのカラクリとかね、トリックまで僕たち暴いてるんで、その動画も合わせて面白いんだよね。はい、まあ一つの未来人エンタメとして楽しかったなっていう、はいはい、うん、感じでしたね。ではですね、ここで1位発表の前に、こやっきチャンネルといったらまあ番外編じゃないですか。そうですね、まあ、こやっきスタジオでもですね、今回は番外編を用意し ました。ランキングの中でも惜しくも入らなかったんだけど、どうしてもこれ言いたいよっていうことを選んできました。いはい、僕の選ぶ好きな都市伝説ランキング番外編は、閲覧注意、今はもう見れないトラウマドラえもん映画5000です。おー、これは面白かったですね。面白かった。もう自分がとにかくドラえもん好きやからずっとやりたかったんだけど、今ってアニメの漫画の都市伝説からちょっと一旦離れて実写寄りになってるじゃないですか。そうですね。だからちょっとあのアニメのやつどうかなと思ったんですけど、これは無理やりやっぱやりたいということでやらせていただいたんですけど、おかげさまで10万再生を超えましてですね、そうですね、好評だったんですけども、ドラえもんやってくれて嬉しいとか第2弾希望っていうこともあったんで、ぜひね来年第2弾をねやろうと思っておりますということで。そうですね、最近やったらメタギアとか、うん、あとあの新海監督の最新作、うん、スズメの戸締まりとか、そういうのもすごい好評だったんで、やっぱ嬉しいですね。そう、再生数はねいつもより少ないんだけども、うん、やっぱ自分たちが好きなものをちゃんと愛を持って紹介できるって、はい、いいことだと思う。またね来年もしっかりやっていきますよ。よろしくお願いします。お願いします。それでは僕の方の番外編は、はい、何でしょう。宇宙人説。一瞬聞き取れないとこあったんやけど、何やった今。これはですね、例えばエリザベス女王、レプティリアンちゃうんかみたいな、要は宇宙人ちゃうんかみたいなことを言ってるりね。あとは言ってんね、まあ、やっぱりあの大谷翔平選手、はいはい、まあ、これも宇宙人じゃないのかみたいな。大谷翔平選手の最後のね回には、大谷翔平選手が宇宙人である証拠とかもちゃんと出してるんで、うん、まあ、しっかり見てほしいなと。で、まあ、あとは猫は宇宙人のスパイ説なんじゃないかと、これは僕サブチャンで検証動画言ってるんで、うん、まあ、これ見てもらえたらなと。どう、不人気なものばっかりブラブラってなる。いやいや不人気じゃないよ。なんでそれ番外編やったの。え、不人気やから。ほらほら、だいたいお互いそこ一緒やろ。そうやな、目的は。はい、ということでですね、僕が選ぶ今年の好きな都市伝説ランキング第1位は、特級呪物。耳だけが劣化していくリアル呪物の話が怖すぎた、呪物コレクターが語る本当に怖い特級呪物です。なるほど、これは納得納得納得。そうそうそう、もう今年でやってよかった方の中に都市ボーイズさんがいるんですけども、あの二人ほんまに天才とかおもろくって、特級呪物っていうのを僕初めて見たんですよね。そうですね、まあ、普段そんな見られないじゃん、うん、展示してやっても触っちゃいけないとか、そうそうそう、触ってくださいみたいな、あんなお気軽に猫の置物触らせてくる人なかなかいないじゃないですか。で、その特級呪物っていうのも面白かったし、最初はたまたま呪術廻戦が流行ってるからやろうって思った企画だったのに、呪物だけが一人歩きしてて第2弾をやったりとか。いやそうなんよ、めちゃくちゃ面白かったなと思って。いやすごいいい企画でしたね。怖いですけど、そうそう、あのね、うん、しかもね、あの林さんたちの喋り方とかもすごい怖くなるのよね。そう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 、で怖くなるんやけど、林さんってちょっとサイコパス味があって、あれおかしい。そう、その話が面白い、うん、で岸本さんの話ももちろん面白い、面白い面白い。だあの二人のコンビめちゃくちゃ好きなんですよ。おー、なんで今年自分の好きな都市伝説って言ったら、もちろんいろんなもんあったけども、はい、リアル特級呪物を目の前に持ってきていただいたことが何よりも自分の中でもう笑けてくるの。まああれ革新的でしたよね。だってツイッターでそれこそバズってたやつが目の前に来たんですからね、うん、そうそうそう。 まあ、おかげさん僕耳は大丈夫なんですか今のところ。僕も大丈夫ですね。でもやっぱりそういうのって実際あるわけじゃないですか、呪物ってね。本当に本当に皆さん気をつけてくださいね。気をつけてください、はい、ということで、じゃあ僕の方の好きな都市伝説ランキング第1位、いよいよ発表しようと思います。よろしくお願いします。2050年までに人は脳、体、時間、空間の制約から解き放たれる社会を実現するムーンショット目標、まあ、日本の内閣府がですね、うん、計画している、まあ、人類の機械化だとか、まあ、人類の医療が完璧に治るよとか、まあ、そういったことを言ってるわけなんですけども、うん、まあ、こういったメタバースが騒がれてる世の中になってきてて、それをもう今年の1月の段階から僕らは言ってたんですよね。ムーンショット芸人って言われてる。いやいや、最初マスターが言ったね、フリーメイソン。そう、でもみんな多分都市伝説チャンネルムーンショット取り扱ってるでしょ、うん、僕ら多分最初よね。そう、すごいよね、うん、いやムーンショットっておもろいんやんな。
っておもろい。なんか言い出し方がもう決まってんのよ、内閣府が。日本の内閣府がね。そうそう。まあこれ納得の1位じゃないですか、お互いが。はい。特級呪物 VS ムーンショットということで。そういうことです。お送りしました。皆さんどちらの方が好きですか、はい、ありがとうございます。ということでですね、以上が僕たちのランキングなんですが、はい、2つ目のランキング移っていいですか。はい、どうぞ。テーマなんですけど、2021年個人的な事件、自己ランキングということなんですって。おー、そう、ありました？思い返せば結構あるんですよね。特に僕は。あんますか？そう。だからこれはもうめちゃくちゃ早かったランキング作る。マジ？じゃあ、今度は君からいく。そうっすね。はい、じゃあ僕2021年事件事故ランキング第3位は、はい、みそののあみそのさんの急に呼び捨てみそのさんの食べ物食べてしまったやつ大事件怒られました。すいませんでした。あの説は初対面にそんな怒られることあるっていう。うちのチーズのやつはって言われたからすいません、僕が食べました。勝手にロッテリアのね、あ、そうそうそう、あのみそのさんがロッテリアでウーバーで頼んだものを勝手に知らんと食ってて、うん、なんかあったから、いつ手癖悪いんよ。だからな、そうやな、もうスタジオにあるもん全部自分のもんや思ってるから、そう思ってるジャイアンみたいにで食っといて、うん、知らん顔してるんですよ。そう、怖っと思って、この人でもなんかめっちゃしつこかったから、うん、うちのチーズのやつないねんけどみたいな謝らざるを得ない空気に。それは事件事故で、はい、最悪でした。これ結構事件事故だから、これ3位って残り2つなんやねんと思うけどね。じゃあ僕の今年の事件事故の3位はですね、弊社代表イクピネス大天使の Wi-Fi 乗っ取り事件です。ほんまにあかんと思われんな俺これ。弊社ですね、なんとおかげさまでスタジオが引っ越ししまして、広くなったんですよ。で内装工事とかも入れて本格的にスタジオもね、こうやって作り込んでるんですけど、再三言ったんですよ、スタジオ Wi-Fi 繋がらんかったら僕らそのネットでね仕事してる民やからたくさん入れときなさいよって念のためにね。そしたら1個も入れとれへんかって。最初の2週間ぐらいかな、ずっとなんかポケット Wi-Fi で僕ら仕事してたから、あ、仕事してました。動画上がらへんのよな、はい、だからすごい不便だったんだけど、たまたま近所のですねカフェが Wi-Fi 早くてですね、はい、そこにみんなあのコーヒー飲みに行くがてらアップしたりとかさせていただいてたんですけど、いよいよですねベランダに出たらちょっと Wi-Fi 拾えるぞみたいな。ダメなんですよこれ本当に。いや本当に良くない、まあ、そういうことをやりかけたと。実際無理やったんですけど、未遂なんですけど、はい、やりかけたんですよ。試しにやってみようということにやって失敗してましたね。そう、おとなしくコーヒーを飲みに行けと。そうそうそう、そういうことでした。そうです、はい、まあ、ちょっとねダメなことはしてないんですけど、はい、そこまでするかみたいな。ベランダ寒いから、うん、外で何してんのかと思って外でパソコン出してこれ怖かったのあれ、ほんま。こうやってね。こうやって。あ、そら無理やろと思って。なんでやろうと思ってんの。そうそうそう。怖いわ、あれ。あれ怖かったね。あれ怖かった。ね、続いて、はい、2021年事件事故ランキング、個人的第2位は、はい、ヘリの音声、実は撮れてなかった。まあ僕ら、まあ、ヘリに乗るっていう、はい、まあ、ロケ企画やったんですけど、はいはい、うん、90分ぐらいね、まあ、ヘリ乗ってるわけ でずっとそのマイクがこうやってついてるわけなんですよ、うん、これで喋って喋ってその音声を撮ってるんですけど、うん、ヘリドアオフって言って風がね、まあ、ガンガン入ってくるモードにしてたんですよ。そうそう、あのドアが普通ついてなきゃいけないんですけど、 そこの、まあ、ヘリ返しの配慮で、はい、ドア外して下も撮りやすいできるっていうことで、そうそうそう、ドアオフにさせてもらったんですけど、うん、それがあだとなりましてね、音声がね1ミリも使い物にならない。びっくりした。よくよく動画見返したら、あ、確かに音声聞き取りづらいねみたいな空気感が伝わると思います。よかったっけな、あの企画も、ね、いやそうですね、すごい楽しかったですね、うん、上空でね1度とか2度しかないところで風を受けながらもう青白くなりながら喋ってたから体調やばかったもんね。やばかった、あれもうほんまに大変やった、あれ、うん、大変やった、過酷やった、あれは事件です、うん、納得です、はい、はい、じゃあ僕の個人的な事件事故ランキング第2位は、弊社小安田担当楽器アルファード遠赤乗り上げ事件です。こちらですね、みそのさん関連の事件事故となるんですけども、うちのですね、小安田担当の楽器はですね、みそのさんの古くからのファンということでですね、あ、みそのさんがやってきた時にどうやったって感想を聞いたら、青春がやってきたとかよくわかんないことを言い出したりするんですけど、楽器はですね、本当にみそのさんのファンすぎて、だったらたくさんいる時間を増やしてあげようと思ったことで、ご飯に行ったんですけど、その時に、まあ僕アルファード乗ってるんですけど、運転手やってよと。そして会話できるじゃん。アルファードの運転を頼んだらですね、まあ下手なんですよ、運転が。様子がおかしいんですよ。いつもうまいんですけどね。いつもうまいんですよ。もう最終ですよ、最後のご飯屋さんに送ってもらうときに、縁石にガランってこう乗り上げて、だから俺言ったら大丈夫って、俺運転変わるでって言ったら、もう食い切れ変わろうが大丈夫ですって言われて、大丈夫じゃないんですけど、大丈夫じゃなかった。でみんなも大丈夫大丈夫って言って、みそさん大丈夫、うん、心配したんです。で最後別れ際にガッキーがツーショット写真を撮ってもらえるとか、ね、はい、そうですね、はい、今写真出てますかね、こちらなんですけども、めちゃくちゃ満面の笑みで、そうですね、このね1分前ぐらいに縁石乗り上げてるんですよ。そうですね、縁石乗り上げた直後の顔とは思えない顔で写真撮ってます、これはほんまに。
ということが僕の2位ですね。驚きでしたね、これは。驚き、本当の驚きでした。ああ、はい、いや確かにな、はい、なるほど。じゃあ僕の2021年、個人的自己1年1年1年事件事故ランキング、はい、番外編の発表。あ、番外編ある、はい、これ2個あるんですよ。なんで2個持ってくんの。いや、これ大阪ロケ行った時なんですけども、はいはい、僕、まあ、大阪のことやっぱ知ってるから、はい、風呂入りたいなと思って、うん、大東洋わかります？もちろんあるよ。あ、これ夜遅くまでやってるじゃないですか。やってるよ、うん、だから何も調べもせず行ったんですよ、うん、深夜3時ぐらいに。そう、あそこいつでもやってるって安心感あんのよ。そう、バッティングセンターもあるな、じゃあバッティングしてから大東洋行くいつものコースやろうって思って行ったら閉まってるんよ。今のこのご時世ですか、ね、なんでやねんと思って。じゃあなんでやねん。そっちがなんでやねん。あのホテルからあこれ30分くらいかけて歩いたよ。電車もやってへんし。そう、梅田のホテルやったから、ね、そうそうそう、うん、やってへんから薄いと思って、うん、深夜無駄な30分を過ごすっていう、うん、あれ個人的大事件やったな。でもう一個は言う必要は阪神が最大7ゲームも差あったのに優勝できひんかったこと。はい、僕の番外編いきます。僕の番外編ですね、小焼きスタジオ40万人記念生配信です。なんで番外編なんですか。これなんでかって言ったら、うん、めちゃくちゃ過酷やったんよ。ああいうことをやるの初めてやったんやんか。まあ、どういうことかっていうと40万人まであと5000人ぐらいやったんかな、うんうん、だから39万5000人ぐらいの時に5000人あと達成して40万人行くまで配信やめないっていうテーマでやったら、思いのほか結構時間かかっちゃったんだけど、そうそうそう、5時間半ぐらいかかったかな。その間とかももちろんずっと喋りっぱなしだし、もっと早く行かせるものは想定してたから意外ときつかったんです自分の中で。でいろいろこう助けてもらおうと思ったら寝とんすよ隣で。生配信中に寝るって大物でしょ。なんかどう思います。1位行くわ。1位あ、もう1位いきます。うん、はい、個人的2021年事件事故ランキング第1位は40万人記念配信で寝る気候に走る。僕の番外編。いやいや、おかしいなこれ。一応かぶってへんか、スタッフにかぶってかぶってるよね。あれおかしいな。いや、まあ、寝たし、うん、40万人行く直前、なんか気候に走ってたし。気候に走ってたよね、うん、なんかね。あれ、冷静に見返して怖い。ガッキーとなんかよくわかんない。これ来るときあと15人。やばい。変なやつが。ここに来て。いやでもね、やっぱりね、ずっとみんなもやっぱ応援してくれてるから、うん、やめるわけにもいかんし、うん、もう1日ぐらい前に多分あと2000人ぐらいまでにはなるかなと思ったんだけど、はい、あんまりその直前の動画伸びなくって5000人ぐらいまで空いちゃったから。そうですね。あ、これやばいと思ったんだけど3000人じゃなかったな。だったっけ、はい、よかったよね、できて、ね、いや、よかったですね、うん、じゃあ40万人の記念配信ちょっと変えるわ。その後の東亜くんと楽器の気候に変えるわ。急にクラッカーをラッパーみたいに弾き出したやつ、うんうん、楽しかったね、あれ。あれ、俺も冷静に見返して怖かったね。怖い、はい、そう思ったんですよ。今3位2位番外編全部スタッフ。そうやね。じゃあ1位は1位はですね、うん、小焼き謎の高熱に悩まされるです。おっと、8月ほんま呪われたと思ったもん。ほんまに流行り病ではなかったんですけども、うん、この40度の熱が出た状態で学校ロケ行ったりレコーディング行ったり曲作ったり、これもロケ行ったよね。撮影も通常通りあったんでマジできつかった。あれは原因分かれ。そう、普段会ってる人以外とは会わないようにはされてたんですけど、そうそうそう、ほんまに謎。学校も千葉だったんだけど記憶ないのよ道中。ほんまに頭はすっきりしてるから撮影はできるんだけど、体はもう悲鳴を上げてる状態なの。いや、そうですね。だから学校ロケなんか特にクーラーもないから40度の熱プラス校舎もう悶々としてるわけですよ。あれはきつかった本当に。いや、大変やったね、あれはほんまに。そうなんです。あれはすごい事件でしたね。はい、以上がお互いの2021年個人的な事件事故ランキングでございました、はい、そして最後のランキングを発表させていただきます、はい、2021年個人的に嬉しかったことランキング。最後ちょっとハッピーなことしようと、はい、ランキング用意しましたということで僕の方から発表しますね、はい、僕の個人的に嬉しかったことランキング第3位は登録者めっちゃ増えた。確かに、まずこれじゃない。だって今45万人は行ってるよね。そうですね。撮ってる時には44万9千人なんですよ。そうまもなく45万人っていうふわーってなってるんですけど、ありがとうございます。多分ね1月15日のコヤスタナイトには50万人行ってると思うんで、マジで皆さんお願いします。よろしくお願いします。今すぐ登録お願いします。はい、というわけで僕の方の2021年個人的に嬉しかったことランキング第3位はいろんな人に会えたこと。まあ、フリーメイソンのマスターだったり、うん、サメさんだったり、うん、まあ、松本里香さんだったり、うん、あのお祓いのね、ニベさんだったり、うん、もう本当に今年はあ、みそのさんだったり。なんでみその系ってこうなんで、いつもなんかついでみたいな、よしさんもたくさんのすごい人たち、何かの専門家だったりとか、うん、著名な人だったりだとか、そういった方たちに、まあ、お会いできたっていうのが、うん、すごい面白かったですね、うん、僕の第2位はですね、似てるんですけども、はい、たくさんの芸能人と会えた。おー、
ミーハーなんですけど、やっぱすごいオーラあるじゃないですか。ありますね。花輪さんと漫才ができたりとか、はいはい、あとカネチとご飯行ったりとか、うん、もちろんその撮影外のところでもいろんな交流をさせていただいている中では、やっぱりこの小屋下っていうものが知名度が上がってくるから、みんな見てくれてて、ぜひご飯をとかって言ってくれる機会が増えたからこうなってるんですよ。そうですね、まあ、だから登録者が増えたから、もうみんなのおかげなんです、これできてるのね。いや、ほんまにそれがなんか今年すごい多かったなと思ったんで、ね、第2位です。関さんとも会えましたからね。そうやね、関智一さんね、びっくりした。あんな言ってもらって嬉しいな。小焼き、お誕生日おめでとう。めちゃくちゃ渋くなかったね、はい、小焼きのくせに生意気だぞっていうのが、すごかった、スネ夫の声で。おー、いや、また会いたいな。またイベントね、そうっすね、させていただけたら嬉しいと思っております。お願いします。はい、じゃあ続いて個人的に嬉しかったランキング第2位は、エヴァが完結したこと。もう全く小屋下とか関係ない。いやいや、関係あるよ。これもう事件があってエヴァ事変っていうのが今年の1月に僕はあったんですよ。これ何かっていうと、僕エヴァ絶対延期すると思っとってん、うん、1月公開したやつも、やらへんやらへんと思って、どうせ作ってへんわと思っとって、冒頭15分だけできてるだけでしょと思ってたら、どうやら本当に公開したらしいみたいなことが分かったんですよ、公開初日の朝に。そりゃそうでしょ。でそしたら、こうエッキーさんとか、まあ、イクも大好きなんですけど、エヴァ動画撮るしかないと、うん、これはもうみんなで行こうみたいなこと言い出して、そうよ、いやいやちょっと待ってくれと、僕もエヴァに関して結構思い入れある作品なんやと、これはさすがに劇場版見返してからじゃないと行かれへんと、過去の作品をね、そうということを言ったら、いやでも見に行かな間に合わへんしってなって、うんうん、もうそっから僕は全部の仕事をキャンセルして、もうエヴァだけを見る生活をして、ギリギリ映画を見に行って速攻撮影した、うん、本当にエヴァが完結してよかったっていうのを、うん、もう思いましたね、はい、最後の映画もやっぱめちゃくちゃよかったですしね、そういうのもあって個人的に嬉しかったことランキング第2位ですね。はい、というわけでこちらですね、番外編もございます。はい、僕の個人的に嬉しかったことランキングの番外編は、自分のギターが出たです。おー、小屋下のことじゃないんで番外編に入れたんですけど、これは死ぬほど嬉しいです、はいはい、ギターやってきたんで、なんとフェルナンデスから増産ギターがね、こちら出てるということで、うん、販売できたら嬉しいなと思うんですけど、とりあえず自分専用のものが1台今ある状態なので、いや、ありがとうございますということですね。まあ、今年はね、フィギュア棚もそう、プロデュースしたから ねもうあれもすごかったですしね。そうなんで、だからもうめちゃくちゃあるんやけどね、とりあえず最近の中やったらもうギターの思い出がすぐ強いから、うーん、やりました。なるほど、はい、じゃあ僕の方の番外編、あれどうしました、何を探してました、ちょっと待ってくださいね、あるんですよ、僕もこの嬉しいシリーズ、モノ、モノなんですよ、モノ。何あったっけ、消しゴムじゃないですよ、モノって。いやいや、何この空気、僕の嬉しかったモノランキング番外編はこちらです。覚えてる？いや覚えてるよ。地球平面説なんですよ。そう、これフラットアース、地球は平面だっていう話なんやけども、皆さん知ってますか？地球って平面なんですよ。はい、僕の個人的に今年良かったことランキング1位は引っ越しです。引っ越し？はい。引っ越しって何？今年引っ越し2回ぐらいしたやんか。そうやな、だんだん引っ越しにつれてグレードアップして引っ越せてるのは嬉しいことだなと思ってるんですよ、うん、スタッフも増えたし、うん、一部の人からは税金対策やってコメント来てますけど、うっさいないいよいいよ、そんなみんなで楽しく動画作れる環境を作れてると思う、幸せなことなんですよ、ね、本当に。それでは僕の2021年個人的に嬉しかったランキング、いよいよ第1位の発表です。井の盾ね、決まってるぞあなた。日本投稿やりきったこと、嬉しかったことやな。でも僕たち、まあ、小屋下日本投稿やります、この月は全部やりますって今まで何回も言ってきてたんですけど、途中で挫折するんですよね。もうえっかって、そう、あーしんどい、あしんどい、しんどいってなるんやけど、大体20日ぐらいの時に起こるんですよね。あ、そう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 、それを今回乗り切れたっていうのは、今回その9月日本投稿してたんですけども、その時にですね 4.5 万人増えてるんです。すごいよねこれね、こんなに多くの人が応援してくれるなら、うん、もうしんどいけどやるしかないと、うん、なんとかやるしかない、もう面白いもの届けようっていう意思ができたんで、うん、そういう意味で本当やりきらせていただけたなっていうことを思うんでね、まあ、ありがとうございます。記憶がないもうあの辺の、いやほんまに、うん、まあ、日々何撮ってるのかも記憶がないありがとうございます。いかがでしたか今日の動画は。いや、めちゃくちゃ面白かったっす ね来年2022年に向けてなんかやってみたいこととかあります？やってみたいこと、あ、まあやっぱりムーンショットの関連してる人を読んで聞きたい、内閣府の方とか、そう、研究されてる方とかね、そう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 、いや、そういう出会いがあったらいいですよね。そうですね。最後に目標なんですけども、はい、小焼きスタジオですね、2022年は100万人を目指します。目指します。これはもう確実に行きたいなと、はい、本当みんなの応援が絶対無理なんで。そうですね。そして100万人いったらですよ、サメ映画も撮る約束撮ります。これも作ることをね、目標としたいですよね。はい、サメ映画撮らせてください。小屋下ナイトもですね、定期的に開催していきたいんで。そうですね、1月15日はですね、もうソールドアウトと、おかげ
月までなってるんですけど、ありがとうございます。できたら半年に1回ぐらいやっていきたいと思ってます。皆さん楽しみにしてください。よろしくお願いします。はい、以上です。それでは本日の鳥肌スコアは2021。本日の鳥肌ポイントは、今年も皆さんたくさん見ていただきありがとうございました。それでは良いお年を。良いお年を。バイ。こんだけ予言について調べとったら予言できるんちゃうのかっていうことを思ってきたんですよ。君もいろんな予言を去年から研究してきたか、分かっちゃったんですよね。ほう、分かりましたか。分かりました。今のこのパンデミックに効くと言われる飲み薬が全世界に広まる、そして、まあ、収束に向かっていくっていう、貨幣経済が大きく変わっていくんじゃないのかなっていう、仮想通貨の時代なんよね。そう、まあ、そういったことが起こるんで、今年はグレートリセットの話題が出まくるんじゃないのかなっていうことを思ってます。スーパー手袋とタケコプターは実現すると思ってるんですよ。いや、タケコプターは無理やで。薬ならこれよ、それよ、そう、素晴らしい。